自動車メーカーの鈴木は。去年一年間の四輪車の世界生産台数が。初めて三百四十万台に到達し。過去最高を更新したと発表しました。生産台数の半分以上を占める。インドでの生産が。過去最高を更新し、牽引しました。鈴木によりますと。去年一年間の国内と海外を合わせた。世界生産台数は。 前の年から4.1%増えて343万6589台となり2年連続で過去最高を更新しました国内では登録者の販売が過去最高を記録し生産台数を押し上げたほか海外ではインドが前年比8.2%増の187万4390台で過去最高を更新しました ただ昨年末にかけてインドでの生産台数が減速しているということでスズキでは新型車を投入し挽回したいとしています。